琵琶湖です。琵琶湾行ってきました。若干焼けたんですけどね、これ楽しかったです。ていうかね、8月で沖縄行くもんじゃないっていうのが勉強になりました。そんなわけで沖縄ちょっと遊びで行ってきたので、皆さんにもお土産を買ってきました。っていうのは嘘なんですけど、シーサー、楽しいさですね。まあ5つ買ってきたので、クオカードかシーサーかご希望の方、最後に、ね、もう一度言うので裏にちょっとコメントも書こうかなと思いますのでね、どんどん応募してください。はい、さあそんなわけで、今回の騎士なんですけども、全く沖縄とは関係ないんですけどもね、まあ若干ですね、なんだっけ、ギリギリが、ドキドキポッとじゃなくておねだりマスカットです。さあ久々の三世さんのお題なんですけども、結構ねライトミドルなんでたくさんお題できると思いますので、今回もごゆるり視聴してください。では行ってきます。今回将軍パパタプーさんで実践するのは CR おねだりマスカット AA。 大当たり確率は 199.8 分の1、核変突入率が 100% の STP です。へそ電柱の大当たり割合はご覧の通りとなっています。ゲームフローです。7つ柄で大当たりなら16ラウンド約1750個の出玉をゲット。その他の地柄なら4ラウンド約440個の出玉となります。すべての大当たりも ST のナイトモードに移行。高速回転のこのモードでは連敗するだけでチャンス。その後は80回転までがビッシュモード、110回までのスタジオモードですが ST は4回転のみ、残りは通常となっております。さてシーサーの当たるプレゼント条件はこちら。出玉あり大当たり1回につき1名様、さらに総収支がマイナス50万を突破ならバンジージャンプ。それでは実践スタート。当たりをおねだりみたいな。36に何やってんですかね。さあそんなわけで1万円で今日当たりますよ。足りてもらわないと困る。そう1回転目だけ今日のお線。うわー勝吉や、昨日勝吉やったんですよね。昨日収録じゃない予習をしてきたんですけど、昨日も勝吉でした。昨日は惨敗でした。あ赤だ、いきなり赤だ。この下の赤は割とチャンスなんですよね。ここで削らないと、でおねだりで出てきたら削ればいいです。あ、おねだりじゃなかった、この赤ですね、赤チャンスです。でもこの機種は技術で下行かないと厳しいので、もう一回ですね。マスカット、あ、マスカット、さあ、技術さんです。チャンスです。で、ここからリーチになって CM 予告行くのが王道です。いつだチャンス。ここの光がね、金色の方が熱いんですよね。で、水着の、あこれは女優さんの弱リーチなので若干弱いは弱いんですけども、ボタンを押して青か赤です。赤、あ青か、そうはうまくいかんか。まあ弱リーチだったんで残念だったんですけども、頭からなんと再始動。再始動いただきました。
やった、500円だった。500円で1回目、わずか5回転、美和子さんすごい。昨日1回目最初のがなかったんで振り分け薄いのかなと思ったら ありましたね。で、これはへそなので、へその93%は、4ラウンドです。ただこれ、ラウンドランプは16ラウンドって言ってますが、4ラウンド終わったからパカパカします。もしこれは電柱で引いてたら16ラウンドもらえたというアーズキさん、5回転当たった、いきなり当たっちゃったのでちょっと一旦へそ消化させます。本当はへそ消化させない方が期待値的にはお得なんですけども。でこちら新内機なんですけども、電柱とへその振り分けが違うので、電柱なら 60% で16ラウンド、40% が、あ、じゃあ65と読んでたかな、あ、そうですね、65と35、16の方が強いと。シティハンターはピンチになった時点で大当たりだったんですけども、濃厚だったんですけども、このナイトモードはピンチになっても外れます。あ、青ホール来てますね、青1人、赤まで来たらリーチ濃厚です。亀谷緑なのでリーチになるかどうか分かんないですけど、サンナでなったチャンス、なれお願い。ああ雷の色ですね。私そうですよ、赤ですね、赤なってますね、赤雷なんで今なんか鳴ったっぽいのでこれは当たるでしょう。はい、お願い、ありがとうございます。でこれで、1大当たりなのでおそらく16ラウンド濃厚だと思います。説明する間もなく7になると思います。簡単だな、サクッと2連チャン、ありがとう。早速2名様です。このビーチモードはめちゃくちゃ速いですよね、新内機なので。でその ST 中の先読みが雷、真ん中左が先読みですね、真ん中左、その次に雷が発生、バリバリと発生すればその保留が該当になります。で雷の色もですね、白、青、緑、赤あって、緑以上に期待ですね。で赤ならリーチ転廃濃厚だと思います。ただこのビーチモードは転廃しても当たり確定ではなく、体感的には昨日の予習の時点では 50% 2回に1回かなっていう印象でした。で雷がバリバリとなっている時に順目が形成される、1、2、3、2、3、4、そうじゃないと次にその街灯の雷が転廃しにくい印象でした。 ST 中核編中も順目先読みが発生して、このバラですかね、バラの真ん中がピカッと光るので、まあ、見落とすことは まずないので、この辺も注目して、次の ST を紹介していきたいと思います。890、この回これです、街灯はこれ、今の青保留の分です。これテンパロ、テンパロ、テンパロ、あ、テンパらず567、あ、で外れたと。890、あ、赤来てる、あった、銀サイン、あ、金来ました、金保留いただきました。おそらく大当たり濃厚だと思われます。早いので今見落としてたかもしれないですけども、はい、今赤からここに変化する時に金に変わってました。で0なんで4ラウンドは16ラウンドなんですけども、体感的に緑だと16ラウンドになりやすいような気がしたので、さあ頑張れ、
ます。ありがとう。3連チャン、手元と合わせて現在2箱。さあ次もサクッと当ててね。でここからは、女の子とキスができたら大当たりと。これその浜辺夕焼けに移行すればチャンスです。あ、起きた。456準備で789チャンス。浜辺ですね、これが浜辺です。テンパすればチャンス。一夜から大チャンスだと思いますよ。はい、あ、テンパした。熱いで、ここの文字色です。愛してるが一番強いんですけども、赤文字か白、この文字です。赤で、あー白かー、これは弱いかも。でこの女の子で態度が変わるみたいなんですけども、私の体感的にはあんまりそこは関係ないような気がします。星3つしか見てないので昨日で、これちょっと嫌だよみたいな感じのセリフなので、でここで赤文字変化したりするので、全部その嫌っていう感じなので、ちょっと弱いは弱いです。おいリン、リン来い。はい、もうリンはちっちゃだって、なんちゃってとかないですかね、アバンギャルドみたいに。アバンギャルドなんちゃってあったんですよね。このまま終わってしまうのか。終わっちゃった。でここで終わったんですけども、1、2、あと3、ここまでが確変です。でこれがスタジオモードなんですけども、もうここで、各編状態は終わっているので、データ表示上85までとか出ればもうやめていただいて結構です。でこのモード中は転廃した時点でさっきの中立に発展します。もう通常時なので喋らせていただきますが、あ、保留変化、今マスカットですね。でハートに変化すれば保留先読みです。青、緑、赤、こちらの2種類。今 ST 中で金を確認できたので、おそらく通常時も金があるのであろうですね。で、さっき言いましたけども、保留変化の赤王道、赤と、そうだな、ギジレンさん、CM 予告、チョコレートリッチ、ギジレンさんの CM 予告のチョコレートリッチなんですけども、それでも全然外れるんで、リッチ中のチャンスアップが弱ければ。で強いなって思ったのが、扉がシャッター閉まって開いてからの PV 予告で、この辺が強強予告ですね。でグラビアゾーンだかな、いわゆる一番熱い演出上の先読みですね。それは昨日1の0です。ただ熱いでしょうね、50パーぐらいはあると思うんですけども、外れちゃったんですが、それね、これ保留変化、今マスカット保留変化入って変化するパターンもあるんですけど、女の子が左右から来て、変化させてくれる場合もありまして、それが失敗しちゃったんですよね。あ、これですね、これ。そう、今のは失敗なパターンなんですけど、失敗してからの、あ、成功しましたね。失敗してからのグラビア行っちゃったから外れたんかなっていう。あれが成功すれば当たってたんかなとは思うんですけど。
これ500円で逃げ切ったらラブファイター初じゃないですか。500円、逃げ切りたいな。ところが何も言えねえ持ち玉残りわずか、現金投資を避けられるか。あ、抜いてる、これか、これや PV。 あー、今の PV パターンでしたね。また弱だ。歌歌わんな。再始動は、なし。そして持ち玉はゼロに。再投資です。あー、逃げ切れへんかった。 SC 抜けてそろそろ300回転ですからね。当てたいな。さあ緑、赤に帰れ。赤赤赤赤、あ、緑の先読みですね。あー、この街灯これか。違うから。保留変化の前に疑似連発生。できれば大チャンス。マスカット、そう。菊さんが必死です。マスカット。ギジ4までいったら全回転なんで、おそらくここでリーチになると思われます。熱々、激熱って言え、激熱って。チャンスか。これが CM 予告です。この強予告が出たので、歌リーチに発展します。役物が出て、チョコレートで、あー、チョコレート出た。ちゃ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 、チョコレート、しかも赤文字、初めて見た。これ
弱い方の歌でも赤字で は全部当たってるんで、最強のチョコレートがチョコレートの赤なんで、これは当たったと思われます。いや当てたい。で、ゴンブレイでボタンが出てカットイング青赤、ぜひ是が非でも赤でお願いします。青だ、危ない。でかい、賛成。はい、ありがとう。やったー、賛成、賛成ボタン見えました。やりました、4名様です。投資が、投資500円、再投資500円。あー惜しかったな、逃げ切れたのに惜しかった。投資額は少なく済んだものの、あっという間に抜けそう。うわー、あーダメか。やからまだそう、あいい、これが3か。緑緑、はい、ラスト、泣け泣け。チャンスですよ、これ84なんで。まだ一応 ST 中です、これ。あかーん、午前中なんで16ランの可能性高いでしょ。ラスト回転で5回目。さあここからどんどん持ち玉増やしてね。12389、ダメだな。あか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 、あったあったあった、だった、気にいただきました。今鳴ったよね、私。なりましたよ。やった、16ラウンド取れた。注意しますよ。そしてじゃあこの、ね、マスカットください。今日だけ特別だからね。マスカット。三連チャン6回目。でもこの SP は当たる気がする。ほら。なぜならば、あの、さっき2回転敗してたから。赤ホリあっち、おーサーツ、赤ホリ、これはね当たった気がする。私本当かな。
当たった気がしたもん今。今日はずっと一緒にいようね。なんだそれ。またもや16ラウンドゲット。ああ楽しいなやっぱりこれ。箱ください。足元は2箱。調子が出てきましたよ。567。テンパル、あ、こっちだ。でかくない？よし、あ、でかかった。でかかったよね、今ね。なあ。注意しちゃったね。あ、注意した。あ、これかわいいな。うまい。ゴレンちゃん8回目。バンジー飛びたかったな。バンジー飛びたかった。余裕な発言ですが ST 抜けちゃいそうですよ。終わった。でラスト。2、3。あーか。テンパロ。終わっちゃいました。お昼行ってきます。ここでいたずらのコーナー。いたずらのコーナー。いたずらっていうなんかね、なんかこぼしていこうかなと思ったんですけど、ベッドに。田畑といえば魚拓亭。美和子さん何か始めましたよ。麺語って書いておこうかな。何書いてるのかな。あ、わかりました。トムくんこと木村魚拓さんへの愛のメッセージでした。で、このメモをお財布入れて、トムくんへ、今日はお弁当作れなくてごめんね、これでお昼食べてください、お仕事頑張ってね、ハート、美和子より。で、今日はね、からしりのお弁当作れなかったんでね。優しい美和子さん、ダーリンこと魚拓さんに500円のお小遣い。窓際で使ってくれるかな。はい、置いたんで気づいてくれたら嬉しいな。というわけで、いたずらのコーナーっていうよりも奉仕のコーナーでした。というわけで、いたずらのコーナー終了。後半戦は合計4箱でスタート。さっきこれラブファイターのプロデューサーにあげるって言ったの、置いていきやがりますよ。この可愛らしい顔してるのにね。よくできてるでしょ。沖縄の、あの、なんだっけ、国際通りで買ってきたやつ。あのね、沖縄ね、楽しかったんですけどね、天気がいまいちだったんですよね。オキスロも打ったよ。トリプルクラウンっていう台が、みんながトリクラトリクラって言ってる台、機種なんですけど、まあそれを打ててよかったなって思ったな。あとは花々落ちました。ハイビスカスが咲く。ご飯もね、一応沖縄の空港でゴーヤジュースっていうのがあったんですよ。ひょっとしてちょっと甘いかなと思うでしょ。ちょっと甘いかなと思ったらもろゴーヤで、いや、ゴーヤジュースって言ったけどみたいな。でもなんか2泊3日じゃね、やっぱりね、せわしなかったですわ。まあでもまだ夏は始まったばかりというか、まだ8月前半なんでね、もうちょっと遊びたいなと思うんですよ。私は8月は遊ぶんだって結構公言をしたんですけど、私の中の遊びって何だろうって
思った。今考え中なんですけど、遊びって何なんだろう。私の遊び、パチンコだって言ったらまたパチンコかよって言われちゃうんで、で私の遊びは多分野球なんだよ。野球を今年の夏は何回か見に行こうと思う。さて雑談している間に確率分超え、そろそろ初当たりが欲しい。うわー怖なってきた。どんどん200で、一番ハマったのが、あ、赤だ赤赤赤赤、これ大チャンス。あ、赤だったあれ。新恐竜だから分かんなかったんだよね。疑似連さんまで行ってくれるか。ギジレンさん大チャンス。あ、 PV が欲しいところでしたけどね。チャンスです。チャンスです。赤だ赤赤赤、あおり赤、チャンス。起きた CM。 頑張れ頑張れ頑張れ。偉いんだろう。2種類あるんですよね、歌。オクラマンボウとバナナ。あ、バナナよりこっちの方が偉い。あとはカットイン次第、カットイン次第ですね。でも結構面白い歌です。勝手に赤いでお願いします。青はやめて。いいかな。賛成賛成賛成ボタン。そんな気がしたな。もう長かったよね。絶対今やっぱやめたってやったよ今。今やっぱやめたって聞こえた。もう大チャンスを逃し現在350回転。うわ、持ち玉は残り1箱。大丈夫かな。このパターンきた。いやしかし最近のこの流れは何なんすかね。この最初だけ良くて、まあかろうじてシティハンターは大丈夫でしたけど、まあというかシティハンターちょっと早くやる。あれ多分ずっと打ってたらこう来てる可能性はある。そしてさらに飲まれて飲まれる。いやもう一箱あったと思うんだけど、なんだかパッとしない展開。再投資。このまま大敗とかやめてくださいよ美和子さん。あか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 。うわちょっと待って、青来たら赤やろここな。当たってたら青出えへんもん。どう思います？
これフラグやった。これ青いらんやん。これ美しい絵やな。なんでやねん。取れた。本日は初の赤ホリでございます。うわ出た。なんでや。これがあれです。マスカットちゃん。いきます。せーの、はい。これは外れるわな。赤堀は控えてんだから。さあ、鳴ったよね。チャンネルはそのまま。ああ、これがカウントダウンだ。これだったの？あ、ね、燃えたでしょ。燃えるのはチャンスパターンなんですよ。チャンスね。あ、赤カットイン。やったやっただった。こんなで当たるんや。ようやく9名様です。初当たりゲット。でこの赤保留の前に出たそのマスカットチャンスでしたっけ。あれはすげえ熱いんですよ。普通に見てましたけど、ここは連鎖せよ。あの青堀も当たってへんかな。スイッチオンってさっきねめっちゃしたんですよね。スイッチオン打法ですか、琵琶湖さん。やばいな。そして怪しい打法パート2。いやもう出し遅かったな。怪しい打法大成功。ご取った。キーホール出ましたね。金だから16ラウンドだと思うんですけどね。安心してボタンプッシュ。ダイヤン中。なんだよ。したいんだら初めから言えよな。どうやねん。女心は秋の空ですね。よかった。2連チャン10回目。喜んだのもつかの間、何事もなく ST はスルーの予感。うわガロの ST の当たるような気がするのはなんでなんやろ。これラストですね。ST100 回転にしてほしかったな。そんな愚痴を言ってると、あか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 、あれ、あ、赤で呼んでる、赤で呼んでる。あっつあった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 。 PV、 あー PV 出ようや。赤さ興味初めてです。昨日今日合わせて、
子はぜひとも議事連さんまで行ってほしい。赤じゃなかったな。チーム。お、チャンスアップ、チャンスアップ。いやー、泣く子はないと思うんだよな。赤織から来てるから。これで赤カットインが来たら大チャンスかもしらん。赤チ、何かありそうか。ほら、赤。ここは回すよ。はやよ。いつも両君回しましたけど。ちょっとライトミドルなんでないですね。早いわ。琵琶湖さん、ここで何かを発見。あ、そう、ハマが出てない。お次は蛇打法。ちなみに効果はないですよ。ああ、抜けそう。左内に戻してください。あ、緑だ。あ、激アツだ、激アツだ。と今の煽りがちょっと激アツって言ってましたよ。これまだ ST 中なんで。愛してる、大好きです。愛してる、大好きです。そう、赤文字星3つ2つか。赤字、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 赤字。わあ、ヘビさんとなんとかさん、注意させてあげよう。しょぼー。激アツって言ったやん。嘘だよ。うわ、さあ、聞いたね、アンシー。こう蛇打法は失敗に見えましたが、 ST 抜け直後に、あ、緑来た。これで6に成功しちゃうんだよな。ヘビ君出番です。あー、ヘビ君もう帰った方がいいや、今回。ちょっとエロくないですか、この絵。そんなこと言わずにさ。お、赤、赤。マジ、それは嬉しいな。ヘビ君もうちょっと待ってよ。あ、賛成、賛成、賛成。シュー。
成功。緑ホリュー何なんでしょうね。やった今回早く来た。ヘビ君ほら心なしか笑ってますよ。満足です、うん、ありがとうヘビ君。茶番で12回目昨日再生ボタン全然出やんかったんですよね。今日結構出ますね。さあ ST ほか来た123。うわーこうやってこれ当たれちゃうの。さすがに55回で5ですよ。でかい大変大変っぽいね。あ、やっぱり泣いた。これだったんですね。でもただ抽選自体はリスタートだと思うんだよな。チャンスアップはなし。どうなる。パチンコ面白いでしょ。赤来た赤来た久々。ヘビ君頼む。ヘビ君頼む。ヘビ君わあ赤青でもいい。なんてこったい。3。4。ならと思うよ。そうでしょ。ぐんぐん飲まれて残り一箱。飲まれたらやめるか。もう一発当たったらやめますか。おお。うわあ出たグラビアゾーン。5回ここいれば激アツ。入った。どうでしょう。ここ入った激アツ、ガキアツでしたよ。交流変化もなかったしな。当たんないかな。
スカットチャンスか。いや全然熱いよこれ。弱カットインの方です。うわ白か、危ないな。ですね。そして揉まれた。持ち玉は上皿に少し、ここで終了かと思われましたが、分かりにくいぞ。もういいわ。やったー、これ多分16直撃じゃないかな。カットー、やったー、16直撃や。全回転で16回目、やったー、やったね。16名様、素晴らしい大当たりで最後締めくくることができそうです。そしてその後の ST ですが、みんなでちよこれまた、おーちよこれ、みんなでちよこれ、箱ください。
終わりました。ありがとうございました。結果です。番組史上最速の1回目、それを生かしきれてはいないものの、合計8回大当たりと前半戦はまずまずの結果。しかしいたずらのコーナーを終えた後半戦は微妙。単発と2連を繰り返し、そろそろやめときと考えた矢先の全回転。最後に見せ場を作り超ハイテンションの美和子さん、合計17回大当たりで終了となりました。持ってるのか持ってないのか。終わった、終わりました。長かったです。さあ、そんなわけで、今回、投資が5500円、出玉が3335個ということで、収支も5500円、55ですよ、55。まずいだよ、まずい。さあ、そんなわけで、今回大当たりが、全部で17回でございますので、17名様、今回のかシサか、どっちからどっちか希望を書いてください。じゃあ、そんなわけで、ほがき、キーワード申し上げたいと思います。チヨコレートで思います。チョコレートって書いたらブーですよ。チヨコレート、用が大きいです。チヨコレートでなんか書いて YouTube で見ようかなと思う、いい曲でございました。マスカット大頑張ってください。それでは、今回の実践で収支が戻るまでいくらになったのか、オープンザプレイス。マイナス282,500円。次回から100回記念企画スタート。もうそろそろラブファイターも100回を迎えるのでね、何か面白いことできたらいいなと思ってますので、何かご希望等ございましたら、おはがきに書いて送っていただけたら、おはがきに書いていただけるとこれ幸いです。さあ、そのわけで次回も頑張りますので、よかったら見てやってください。ではまたお会いしましょう。さよなら。マンボウ。